どうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。任天堂スイッチ、これから新しいゲームソフトってどんなゲームが発売されるのかなって気になってる方いらっしゃいませんか？任天堂スイッチが登場してからもうかなりの年月が経ちますので、任天堂の新しいゲーム機などが期待されている中ではありますけれども、7月って皆さん任天堂スイッチのゲームたくさん出るんですよ。しかも注目作や面白そうなゲームもたくさんです。というわけで今日の動画は2023年7月に発売予定の任天堂スイッチの新作ゲームソフトをまとめて紹介していきます。まあ一応ですね、全てを紹介はいたしません。ちょっとしたパズルゲームみたいなのは割愛させていただいているものもございますけれども、まあ、大事な作品は概ねここで網羅されてるかと思いますので、どんな新しいゲームが出るのか確認したい方はぜひご活用ください。では行ってみましょう。まずは6月30日発売、ちょっと待って、7月の作品紹介ちゃうんかいと。こちらは先日急遽発表されたゲームなので、今回ちょっとねじ込ませていただきました。エブリバディ 1-2 スイッチ、任天堂スイッチの本体と同時に発売されました 1-2 スイッチの新作が登場いたします。前作もそうだったんですが、たくさんのミニゲームが収録されております。しかしながら今作のこのゲームの特徴は、なんと最大100人で遊べちゃうっていうところなんですよね。ちょっと待ってくださいね、そんなにジョイコン用意できませんって思いますけれども、大丈夫です。皆さんが持ってるスマホがコントローラーになります。友達同士で集まって遊ぶ時にもいいですし、もっともっと規模の大きいところ、例えば結婚式の二次会なんていうところでもこのゲームが活躍してくれます。まあ、二次会の定番ビンゴ大会だってこのゲームがあれば簡単にできちゃいます。みんなで盛り上がりたい時にこのゲームをどうぞ。せいや。といったところで、では次からは7月発売のゲームになっていきます。まずはこちら、7月6日発売、ギミックスペシャルエディション。1992年にファミコン用のゲームとして登場していたゲームがスイッチにやってきます。横スクロールアクションとなっておりまして、まあ、ゲームタイトルのギミックっていう名前の通り、いろんな仕掛けがステージに登場いたします。アクションが苦手な方でもクイックセーブだとか、失敗しちゃったらすぐに巻き戻ししたりとかもできちゃうので、まあ、当時クリアできなかった方も今改めて挑戦してクリアしちゃうなんてこともできるかもしれませんね。得意な方はタイムアタックモードなどに挑戦してみてはいかがでしょうか。続きまして、7月6日発売、トラブルウィッチーズファイナルアマルガムの娘たち。2007年に発売された横スクロールシューティングシリーズの最新作となっております。もともと同人作品だったんですよね。人気が出て商業作品になるという人気っぷり。魔女のキャラクターを使って敵を倒していくと、コインがジャラジャラと出てきます。コインを集めてショップに行って魔法を購入して、魔法でさらに倒していき、コインを獲得するっていう気持ちいいタイプのやつですね。シューティングとしてもすごい多彩なモードが用意されておりまして、シューティング初心者からシューティングに慣れている方まで、様々なモードで楽しむことができるようになっております。続きまして、7月6日発売、リトルフレンズパピーアイランド。子犬たちがたくさんいる島で、ああ可愛いですね。お世話をしたり、冒険という名の散歩に出かけたり、コーディネートを着せ替えたりするゲームですね。これには猫派の私も思わずうっとり。7月6日に発売されるのはダウンロード版のみなんですが、7月22日にはパッケージ版が登場いたしますので、犬が飼いたくても飼えないんだよね環境的に、なんていう方、ちょっとこれで癒されてみるのもいいんじゃないでしょうか。では続きまして、7月6日発売、チコちゃんの脳活研究所。脳年齢を測って脳活ゲームをさせてくれるゲームですね。脳みそには日々の積み重ねが大切ですからね。買おうかなこれ。皆さんはできますか、そのこれ片手で三角形を描きながら片手では棒を描くっていう、これできますか。私ちょっとやってみたんですけれども、もう頭こんがらがっちゃって。まあ、様々な脳活ゲームをさせてくれます。皆さんも脳のストレッチしてみたくありませんか。では続きまして、7月6日発売、プリティプリンセスマジカルガーデンアイランド。ちょっぴり魔法が使えるプリンセスが島作りをするゲームです。住民のお願いを聞くために畑を耕したり、牛や鶏を育てたり、魚釣りをしたり、もうこれプリンセスのスローライフだね。およそ生活の内容としてはプリンセス感はありません。いやでもね、我々に身近なプリンセスってすごく魅力感じますよね。続きまして、7月13日発売、マリーのアトリエリメイク、ザールブルグの錬金術師。さあ、7月の重要な一本の一つが出てまいりましたね。今ではすっかり大人気、アトリエシリーズの初代の作品をリメイクしたのがこちらです。
今年発売されたライザのアトリエ3とはまた違う作風となっておりますよね。当初のコンセプトは世界を救うとかじゃない RPG としておりまして、まあ、その通りのコンセプトがそのまま生きてきております。ゲームプレイ的にはですね、まあ、当時の趣を残したまま現代風にも改善されております。今回は無期限モードが用意されているみたいなのでのんびり遊ぶこともできるようです。では続きまして、7月13日発売、ブラッドステインドカーズオブザムーンクロニクル。8ビットでめっちゃくちゃ懐かしい雰囲気ですよね。もうまさにファミコンのゲームみたいに見えるんですが、こちらはメトロイドバニアの名作ブラッドステインドのスピンオフ作品となっております。ブラッドステインドにも登場しておりました残月を主人公としつつも、他のキャラクターにも切り替えて操作したりすることができるんですよね。もちろんあのブラッドステインドの主人公ミディアムちゃんも操作することができますよ。続きまして、7月13日発売、カラーマリス4ニンテンドースイッチ。こちらは2016年に発売されていた乙女ゲーがニンテンドースイッチに移植されます。新宿を舞台に警察官の主人公が事件に巻き込まれていき、結果的にイケメンたちにも巻き込まれて、こら現代が舞台となっている乙女ゲーとなっております。続きまして、7月13日発売、東方新世界。東方プロジェクトの二次創作ゲームとなっておりますね。まあ、東方プロジェクトといえば弾幕のシューティングゲームですが、こちらは弾幕とアクション RPG を融合させたゲームとなっておりますね。パッケージの絵がめちゃくちゃ美しいですよね。東方の世界ってなんでこんなに魅力的なんでしょうかね。続きまして、7月13日発売、オクセンフリー2ロストシグナル。1980年代のホラーや青春作品にインスパイアされて作られたナラティブなアドベンチャーゲームとなっております。これ2なんですよね。前作があるんですけども、その前作すごい評価が高かったみたいです。ゲーム内で会話がすごい大事なゲームとなっておりまして、会話の選択肢によりストーリーの選択が変わるっていう点もアドベンチャー好きの人には刺さりそうですよね。続きまして、7月20日発売、みんなで空気読みコロコロコミックバージョン。空気を読む空気読みがコロコロとコラボしました。いやー、空気読みめちゃくちゃ大きくなっちゃいましたね、このゲーム。どんなコラボになっているかというと、まあ、ゲーム内にコロコロのキャラクターが出てきます。ただし作風は空気読みバージョンとなっておりますので、結構シュールでもすごい愛嬌ありますよね。しかもね、昔のコロコロのキャラとかも出てくるんですよ。すごい懐かしいです。デンジャラス爺さんだけ割とそのままだな。続きまして、7月20日発売、クロステイルズ。レトロな RPG をすごいたくさん作っているケムコさんがタクティクス風味なシミュレーション RPG を発売します。よく見てみてください。これキャラクターがですね、犬とか猫なんですよね。獣の擬人化、クロステイルズ、まあ、すなわちそういうことなんですよね。ゆくゆくは猫と犬じゃない派閥も出てくるとか来ないとか。続きまして、7月21日発売、ピクミン4、7月の最重要ゲームとなっております。ピクミンシリーズの最新作ついに登場いたしますね。すでにご存知の方も多いとは思うんですけれども、ピクミンというこの生き物たちを引っこ抜いてどんどん増やして、重いものを運んでもらったり原生生物と戦ってもらったり、いろんな種類がいるピクミンたちみんなで協力して働いてもらって目的を達成していくっていうゲームですね。どんな目的がこのゲームにあるのかというとですね、消息を絶ってしまったレスキュー隊を探すため未開の惑星を新米隊員であるあなたが一人で捜索することになります。いや待って、一人じゃない。なんかあのピクミンのシリーズって妙な切なさみたいなのもありますよね。可愛いピクミンが食べられちゃったりしてるの、なんかやっぱり何とも言えない気持ちになります。でも一人一人は弱いけど、協力することで驚くような力を発揮するピクミンたち、まるで人間みたいですよね。買ってください。続きまして、7月27日発売、クライマキナ。過酷な世界で少女たちが戦うアクション RPG となっております。あの以前ですね、クライスタっていう作品がありまして、その流れを組んだ作品となっております。しかしストーリーは全く別物になっておりますね。
人類が滅亡した後の世界で機械の少女が本物の人間になるための物語だそうです。ゲームとしては3人の少女をステージごとに切り替えて戦うコンボやカウンター、ジャスト回避などの爽快感を感じるバトルとなっております。探索だとかキャラクターの強化なども含めて RPG としてゲーム部分も楽しめそうな一本ですよね。過酷な運命から少女たちを救ってあげてください。続きまして、7月27日発売、流行り神 1,2,3 パック。都市伝説を題材とした推理アドベンチャー、流行り神のシリーズをセットにした作品ですね。流行り神1ってもう結構前なんですね。 PS2 時代の作品なんだそうです。もちろんグラフィックスを再加工して高画質化してくれております。続きましてからは、エンターグラムさんの作品3連続でいきます。7月27日発売、スダマリレーション。学園で起こる事件の真実を解き明かしていくアドベンチャーゲームですね。ただし、座敷わらしとか雪女とかあやかしとともに真実を解き明かしていくっていう個性的な作品ですね。横スクロールの画面で学園内を探索してアイテムを収集したり、キャラクターの会話からキーワードを集めて推理パートに向かっていくんですね。あれ、エンターグラムさんなのにギャルゲーじゃない、でも女の子は可愛い。続きましてもエンターグラムさんの作品、7月27日発売、ディープワン。こちらは本格バトルビジュアルノベルとなっております。シナリオ、CG、演出、そしてさらには楽曲とあらゆる部分にこだわって制作されたビジュアルノベルです。マジかよ、エンターグラムさんギャルゲーじゃないのかよ。しかしながらこの作品、もともとはパソコンで発売されておりまして、別ジャンルのゲームだったんですけど、そのゲームはだいぶセクシャルな感じになっております。今作は全然違うけどね。続きましてもエンターグラムさんのゲーム、7月27日発売、花咲ワークスプリング。やっと本格的なギャルゲーとなっております。なんで喜んでるのかって、いや別に喜んでませんよ。恋愛なんて別に興味ねえしって言ってる主人公が、その気はないのに怪しい部活の部長になってしまって、女の子たちと学園生活が始まっちゃうっていうやつ。いや本当にこういうの待ってた。こういう、あ違う違う、まあ、けしからんな、もうこれけしからんな。どれだけけしからんのか確認する必要がある、だいぶふざけてましたが、続きましてのゲームはすごい重要な作品ですよ。7月28日発売、夏モン20世紀の夏休み。僕の夏休みシリーズを手掛けてきたゲームクリエイター綾部さんによる新しい夏休みゲームとなっております。オープンワールドでできた田舎町で8月1日から30日までを過ごします。ゲーム内のナレーションは藤木直人さんが務めております。ちょっと待って、めっちゃ豪華かよこのゲーム、夏休みを自由に過ごすゲームって非常に人気がありますよね。皆さんも子供の頃の夏休みを思い出して遊んでみてはいかがでしょうか。ゲーム内では決められたイベント以外は何をするのも自由なんだそうです。どんな夏休みを過ごすかはあなた次第。しかも何度でも繰り返せる夏休み、これを待っていた。では続きまして、7月28日発売、ディズニーイリュージョンアイランド、ミッキー&フレンズの不思議な冒険。ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー、4人の大冒険となっております。横スクロールのアクションで島中を探索します。キャラが4人っていうことは、そうですね、最大4人の協力プレイもできちゃいます。いやそれにしてもこのゲーム作品、なんかグラフィックの雰囲気めちゃくちゃいいですし、オールドミッキー風なデザインもすっごい可愛いですよね。でもってゲームシステム的には俗に言うメトロイドバニアっぽい感じもありますので、なんか随分と丁寧に作られてる感じがありますよね。いやいや、それだけじゃなくって、オーケストラ演奏の楽曲にも注目です。YouTube 内で検索して確認してみてください。このゲームひょっとしたら注目しておいた方がいいかもしれませんね。さあというわけで、2023年7月に発売される、まあ、一部6月でしたけれども、一挙に紹介してみました。気になるゲームありましたか？もちろんやっぱり皆さんピクミンでしょうかね。でもちょっと夏休みっていうところで夏モンも気になっちゃいますよね。
任天堂スイッチにはまだまだたくさんの新しいゲームが登場してきます、ぜひたくさんのゲームからお気に入りを見つけて楽しい夏の時間を過ごしてみてください。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。では皆さん、また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。